柔道始めたのは、おばあちゃんが床屋をやってて、で、そこのお客さんが、その通ってた道場の師範で、最初はお母さんが誘われてたんですけど、幼少期に。まあ、当時女子柔道ってそんなに盛んではなかったんで、やりたかったけどできなくて。で、自分が生まれて、父親が護身術を習わせたいって言った時に、お母さんが、あ、そういえば柔道場あるよ、みたいな感じで、連れてかれたのがきっかけですね。今回世界選手権で勝てたのは、多分心の部分が一番大きくて、去年おととし世界選手権で負けた時はもう本当に体は仕上がってたんですけど、心が仕上がってなくて、で結果体がこわばって負けたっていうことが多かったので、今回は心が平穏だったというか、まあ、ちゃんとコントロールできたから最後まで戦い抜けたのかなと。で、結果優勝できたと思います。代表選考会で落ちてから、まあ、結構メンタル的にきつかった時があって、その時ぐらいからメンタルコーチ、心の整え方を教えてもらったりしてて、例えば、そうですね、最初に課題だったのは、なぜ柔道をやっているかとか、まあ、そもそもなんで今になって柔道を続けているのかとか、あと、自分が今日したいいことを書き出せとか、まあ、そういうところから始まって、とらわれないっていう心を常に保てるように練習した、まだ練習途中なんですけど、とらわれないっていうことができたから、今回は勝てたのかなと思います。そうですね。2年前の選考会落ちた時は、まあ、もう人生で一番の挫折というか、あんなしんどいこと多分今のところまだないので、結構自分でもどう対処したらいいか分かんなくて、最初はその選考会から帰ってきて、まだコロナの途中だったんで隔離があったりとかして、まあ、隔離の時はもう本当に何もせず、もう気力も起きず。で、帰ってきてからも、まあ、当然柔道をやる気分にもなれなくて、お仕事をお休みさせてもらって、今までずっと柔道だけの人生を歩んできたんで、型にはまったような人生しか歩んでなくて、ちょっと悪いことじゃないけど、普通の人がやってること、髪色を染めたり、すごいチェンジしたりとか、体に良くないこともしたりとか、とりあえずいろんなことを経験して、結果柔道がまたやりたくなればいいなっていう感じで、数ヶ月かけていろいろ経験して、そうですね、3、4ヶ月目ぐらいにちゃんとまた練習を再開しました。なんで、まあとりあえずできなかったことをやってみてっていう感じでしたね。はい。そうですね。まあ、今まで特にその選考会までの柔道というか、私の日々はやっぱ結果を出して選ばれなきゃいけないっていう中で柔道してたので、どちらかといえば義務のような感じになっちゃってて、まあ、当然それが楽しくなくなってしまったんで、一回離れて、まあ、それでやる気が起きなかったらもうそれまでだし、自分の柔道のに対する思いは多分そこまでだったし、まあ、やりたくなればまた再スタートというか、新しい気持ちでまた頑張れると思ったんで、そうですね、一回離れて自分がどうしたいのか再確認して、自分の中で柔道とは何だったのかっていうのをが分かったと思います、離れて。まあ、1、2ヶ月に1回のペースで試合があるので、まあ、それに向けた体作りというか、そういう練習だったりとか、やっぱいっぱい試合出ると対策もされてくるので、その対策されてもその上を行くような練習、ちょっと新しい技術を身につけたりとか、パターンを変えてみたりとか、
そういうのを練習してます。1個の技ができるようになるのに何年かかかるので、試合でかけれるようになるまで。そういうのをちょっとずつ練習して、対策されても毎回違う出口で挑めるようにはしてるつもりではあります。軸は全部イーブンぐらいだけど、基本的には反復練習と実践練習を一番軸に、メインにしてて、反復も結構大事だと思うんですけど、実践でいかにできるかが結構鍵だと思ってるんで、反復である程度練習して、で実践でちょっと、うまくいかなくて投げられたり返されたりしてもいいからやってみるっていうのを、意識して普段は練習してます。そうだな。思うのは、やっぱ道場に、一人しか先生いなかったらちょっとあれかもしれないですけど、何人も複数の先生とか他の人の柔道に触れ合う機会が多いのであれば、例えば私はオースト狩りが得意なのでオースト狩りやるんですけど、他の先生のオースト狩りも全然違うし、やっぱ一人一人違うテクニックだったりがあるので、それをとりあえず一回全部聞いて吸収して、その中で自分が得意というか、自分の体に合ったものだったりとか、スタイルに合ったテクニックを取り入れて、自分だけのオリジナルの技を作るのが大事だと思うので、ただ誰々の選手の内股がすごいから完璧にこれをできるようになりたいっていうのも、もちろんいいと思うんですけど、その選手じゃない限りできないので、そっから何かを盗んで、他の人からも何かを盗んで自分の技を作るのが一番いいのかなとは。考える力もつきますし、いろんな知識も深まるので、それがいいかなとは思います。体作りで意識しているのは、あんまり自分、これ言ったらあれなんですけど、あんまりウエイトトレーニングをしなくて、十分筋肉がつきやすい体なので、これ以上つけたら体重制限が重くなるっていうのと、あとは柔道力をつけたいと思ってるので、ウエイトトレーニングでつく力もあると思うけど、柔道でつけた力の方が柔道に特化してると思うので、そういうところで、そういうのをメインにやってます。栄養面は、体重制限があるので、普段はあまり脂質を取らないようにしたりとか、あんまり厳しくはないけど、ちょっと意識する程度の食事制限をして、で、あとはそうですね、サプリメントとかプロテインとか、そういうのを飲んで体のコンディションを整えています。やっぱ自分もスポーツをやってて、特に減量があるスポーツなので、どうしても何かしらが不足してしまったりとかすること、普通の生活を送っててもそういうことって多々あると思うので。アスリートに限らず、全ての人が足りない分をサプリで補うっていうのは手軽でいいのかなとは思いますね。やっぱ食事で取れたらそれはもちろんいいんですけど、そういかない場面もあるので、そこでサプリで補えるのは本当に便利だなと思います。私はプロテインとプレワークアウトとマルチビタミン&ミネラルを主に飲んでて、特にプロテインは小腹が空いた時に、デザートじゃないけどおやつ感覚として飲んだりとか、あとプレワークアウトは試合に持ってって試合前に飲んだり合間に飲んだりとか、でマルチビタミン&ミネラルは朝夜飲んで、足りない栄養分を補うっていうのを、特に海外に持ってってますね。その3つを特に使ってます。そうですね、海外で試合行く時はもう減量終盤になってきてるので、あっちで食べれなかったりとか、ちょっと補えない部分もあったりして、なのでそれを補うために持ってってますね。
柔道選手としては、まあ、もちろん競技力を高めて試合に勝つことも大事だとは思うんですけど、まあ、柔道はもともと人間性を育てるための競技なので、まあ、そういう部分でも人として成長できるように頑張ってるつもりではあります。それを大事にはしてます。はい。またこれから代表選考も始まってますし、レースは始まってるし、試合も多分格段と増えるので、まず怪我しないっていうことと、勝つっていうのが大前提ではあるんですけど、その中でも柔道を楽しんで諦めなければ最終的にいい結果があると思ってるので、自分を信じて頑張りたいです。